怪我でネイマール。体調不良でメッシュを履く水色のユニフォームバルセロナですが、この男が輝きを放ちます。39分、こぼれ球に詰めたのはルイス・スアレス。前半7割を超すオールポゼッションを見せたバルセロナが先制に成功すると、後半5分、イニエスタのパスを受けたのは再びスアレスでした。リーグでも得点ランク2位につけるストライカーが追加点を挙げ、アジア王者を寄せつけません。そして締めくくりは22分、ルイス・スアレスが大会初のハットトリックを達成し、優勝候補がその強さを見せつけました。